80年代から90年代の伝説のロックバンド、レベッカ。バンドは知らなくても、フレンズという曲は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そのリードボーカリストのロッコさんなのですが、その後どうされているのか気になったので調べてみました。ロッコさん、1963年生まれの56歳。埼玉県ご出身で、本名は山田信子さん。信子は11月生まれということで、その英語から祖母がつけたのだとか。なので幼い頃からずっとロッコちゃんだったんですね。家族は両親と2つ上の兄がいて、みんな音楽が好きだったそうです。というのも、実はご両親は結婚前は三沢基地でミュージシャンとして生活していたほど、結婚後に埼玉県で電気屋を開業。ちょうど1964年の東京五輪の頃ですから、五輪景気の高度成長期の波に乗って、事業も順調だったそうです。家では常に音楽が流れていたのではないでしょうか。ノッコさん、4歳の頃からクラシックバレエを習っていて、バレリーナになるのが夢でしたが、身長が低いことと経済的な理由で、高校生の時に諦めることに。ですが、これが逆に、後のレベッカを生むきっかけとなります。妹の落ち込む姿を見て、兄の三木司さんが自分のバンドに、キーボードとして加入させたのです。ところがひょんなことで、ボーカルを勧められたのですが、理由はわかりませんが、そのバンドをクビになって、高校3年の時にドールという女性ロックバンドでボーカルを務め、あるコンサートでスカウトされています。が、それより重要だったのは、後にレベッカの元リーダーの小暮武彦さんの目に留まって、誘われたバンドこそ実兄のいる伝説のバンドレベッカだったのです。さあレコーディングという時に珍騒動が起こってしまうのです。小暮さんとノッコさんはアメリカで売り込もうと他のメンバーをほったらかして、二人でロサンゼルスに飛んでしまい、バンド活動が休止という事態に。しかし相手にされず帰国した二人、またレベッカとして活動再開し、1984年レコードデビューしたにもかかわらず全く売れなかったそうです。そんな中、レベッカに事件が発生します。1985年1月、音楽的方向性の違いからリーダーの小暮さんとドラムスが脱退。実のところは、小暮さんがバンド内で大暴れして追放となったというのが真相です。しかも小暮さんはその後もう一つのレベッカを立ち上げる始末。その後はキーボードの土橋明夫さんが作曲で、ロッコさんが作詞で、1985年4月に出したラブイズキャッシュが初チャートイン。その後ドラマハーフポテトが俺たちで4枚目フレンズがテーマ曲になると、オリコン3位、30万枚の大ヒットを記録。アルバムレベッカ4 Maybe Tomorrow がオリコン1位を獲得し、当時の国内ロックバンドとしては初のミリオンセラーを達成。その後も魅惑のハイトーンボイスと独特のパフォーマンスで、ラズベリードリームやモノトーンボーイ、ムーンなどヒットを連発します。小暮さんがいなくなった途端に大ブレイクを果たしたのですから、皮肉なものですね。まさに当時一大旋風を巻き起こしたマドンナやシンディ・ローパーなどの海外女性シンガーのスタイルで、ロッコさんは和製マドンナとも呼ばれ、歌やダンスだけでなくファッションでもティーンの憧れの敵に、ボーイの氷室京介さんなどと共にバンドブームを一身に背負うことに。しかし突然の大ブレイクで、ノッコさんも戸惑いを隠せずに右往左往したのが本音だったとか。1988年には
6枚目のアルバム「ポアゾン」で、第2回日本ゴールドディスク大賞、アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞。バンドの躍進に伴って、ノッコさんの活躍の場も広がっていきます。1989年には、伊丹十三監督の映画「スウィートホーム」にて、女優業にもデビューしています。一躍売れるスターバンドになった。レベッカ、そういえば、酸欠ライブで名を馳せましたが、東京ドームなどの大規模イベントも成功させたその裏では、逆にその多忙なスケジュールが、ノッコさんを苦しめることになります。そしてとうとう、1990年1月、日本武道館でのコンサート、ブロンドサウルスの逆襲を最後に、活動を休止し、結局解散になりました。実は、この解散には裏があって、というか、ノッコさんの結婚が、関係していたのではないか、と言われています。なぜならば、その結婚相手が、なんと、レベッカの元リーダーの、小暮武彦さんだったからです。在籍時も、メンバーをほっといて、ノッコさんをたぶらかして、アメリカで抜け駆けしようとしたり、暴れて追放されたような人物。直後にレッドウォーリアーズというロックバンドを結成していますが、レベッカへの恨み節のような R で始まる名前をつけたくらいの執念深さですから、結婚自体他の意味合いも感じます。しかしレベッカから脱退後にお化けバンドになった途端に一旦は音信不通になったノッコさんと小暮さんですが、活動休止になるや否や、よりを戻しての結婚ですから、わからないものです。案の定、二人は1993年に離婚してしまいます。子供はいなかったそうですが、勝手な憶測ですが、もし小暮さんと結婚しなければ、レベッカはまだ続いていたかもしれませんね。解散後はノッコメインで、ソロ活動していたのですが、これまたなんと、小暮さんと離婚した途端、1994年、人魚やライブが跳ねたら、1996年、ナチュラルがヒットしています。そして、2000年に2度目の活動休止。その理由は、恋だったようです。そのお相手とは、フォトダゴーさん。実は、世界的な大物サウンドエンジニアで、なんと、マドンナや、チャカカーン、YMO、宇多田ヒカルらの、アルバムミックスをされた人だそうです。10年来の付き合いだったそうで、2001年に、ノッコさんは彼と再婚します。2003年に、ユニット、ノッコ&ゴーを結成。アルバム、宇宙の子守歌を発表。そして2006年、42歳で、ノッコさんは、娘のカノちゃんを出産。現在は静岡県熱海で暮らしているとか、ノッコさんの子守歌で育ってますから、娘さんの将来が楽しみですね。そして2015年4月、20年の時を経てついに、1995年2日間限定の再結成以来、伝説のバンドレベッカが2度目の再結成。その時の心境をノッコさんは、レベッカはずっと触れてはいけない。パンドラの箱だったけど、時が経ち、心に余裕が出てきて、このパンドラの箱を開く勇気が湧いてきた。そして、勇気を出して開けてみたら、パンドラの箱の中で、レベッカは熟していた。こんな風に語っています。歌と共に蓋をしてきた。若い頃の記憶を、再び良き思い出として、捉えることができたのは、やはり愛の力なのでしょうか。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。私はとっても懐かしいけど、今も新しいレベッカのフレンズ。ずっと蓋をしてきたパンドラの箱を開けることができたのは、今の旦那さんとの恋のおかげだったんですね。本当に感慨深いものがあったことでしょう。今後のノッコさんとレベッカの活躍に注目していきたいと思います。
それではまた次回お会いしましょう。